皆さんこんにちは。ナンバーアイの平野翔さんが1月29日に27歳の誕生日を迎えました。このことを祝ったのは、大手飲料メーカーのサントリーです。サントリーは公式ツイッターで29日に日付が切り替わったタイミングで、お誕生日おめでとうございますとコメントとともに、ハッピーバースデーの文字を自社の水神像で囲む写真をアップしました。誰の誕生日を祝っているのかは明言されていませんが、水神像の27本で平野さんの年齢と同じでした。さらにカメラに隠れたような文字が見切れているのが確認できます。平野さんの誕生日を祝ったとも思えるこのポストに、ファンも CM に出演したのは言うまでもないです。スマイルアップをやめてからは CM 出演もなくなった平野さんですが、サントリーなら平野さんを起用する可能性もあるのではという話です。現在でも二人はサントリーの CM に出演しています。当時はテレビ局だけでなく、CM でも積極的に利用する企業はほとんどありませんでした。ジャニーズに対しては消極的でしたが、サントリーは積極策を取りました。今回も平野さんの CM 起用は時間の問題でしょう。この CM が決まれば、先行きの見えないスタートエンターテイメントにも影響を与えるかもしれません。まだまだ性加害問題でスポンサーが減っている状況にもかかわらず、事務所を辞めたタレントが CM に出るとなると、旧ジャニーズ事務所からのタレント流出は続く可能性があります。また、平野さんの巨大広告が東京渋谷の宮下パークに突如出現し、神宮前6丁目界隈は話題になりました。昨年9月、サントリーの新社長は経済同友会の会見の後、ジャニーズのタレントを CM に起用することは子供への虐待を認めることで国際的非難の的になると発言しました。平野さんの起用はこの会見直後からスタートした企画だと聞いています。まもなくオンエアされる平野さんの CM 出演料は、全所属事務所の性加害問題や対象をめぐる圧力があったにもかかわらず、破格と言ってもいい約6000万円程度だと言われています。平野さんの最大の魅力は彼のインスタグラムフォロワー数と、強い購買意欲を持つ女性たちが視聴者の大半を占めているということです。平野さんは今年1月にルイ・ヴィトンとパートナーシップ契約を結び、イヴ・サンローラン・ボーテ初のアジアアンバサダーに任命されて以来、関連商品は売れ行き好調です。クライアントが求める高い素質を十分に兼ね備えたタレントです。平野さんを狙っているクライアントは後を絶たず、壮絶な平野争奪戦が繰り広げられていると噂されています。特に熱心なのは、これまで契約していなかった保険会社、自動車メーカー、不動産関連のクライアントです。クライアントの駆け引きの中には、出演料を8000万円から1億円まで引き上げている企業もあるそうです。この争奪戦は 2B にとっては、ナンバー A としての契約の話もあり、スマップや嵐に負けず劣らずの内容が盛り込まれているとも言われています。平野さんをめぐるプロジェクトが本格的に動き出し、ファンとしてはワクワクしますね。ただ、少々残念なお話もあります。滝沢氏は、たくさんのロケなどで各関係者の皆様にご協力いただきながら撮影を行っております。残念なことに、記念撮影等を目的とし、実際にはスタジオをレンタルするつもりがないのに問い合わせをしたり、スタジオ周辺で写真撮影会などを行うなど、一部の方の行動により、通常のスタジオ営業に支障が出ているという連絡を数多くいただいておりますと報告しました。そして、スタジオレンタル費をお支払いし、使用目的などご相談の上使用いただく分には問題はありません。しかし、今現在起きている事案は通常のスタジオロケの使用とは違うものです。2B としては、今後も様々なスタジオロケでの撮影を行っていきますので、今回のような件を仕方がないこととして許容するわけにはいきませんとの見解を披露しました。スタジオが住宅街にある場合などは、近隣の方々へご迷惑となる行動もお控えください。また、このような出来事が続くと、私たちに撮影協力していただける場所がどんどんなくなってしまい、皆様が応援してくださっているはずのアーティストの活動に悪影響が出てしまうことが予想されます。皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
心苦しい内容になりましたが、もしかしたらルールをご存じなかった方もいらっしゃるかもしれません。これからもスタジオのみならず、弊社が撮影を行っていくすべての関係各所に対し、ご迷惑とならぬようルールに沿った行動のほどよろしくお願いいたします。皆様の温かい応援、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしています。次の動画でお会いしましょう。サントリーの公式サイトにて、翠ジンソーダのページがリニューアル。トップに新清々しい人として、片目だけ見えている状態の新イメージキャラクターも登場しており、同様の広告が東京、渋谷などに掲示されているという報告もネット上に相次いでいる。正式発表はまだですが、ネット上ではナンバーアイの平野翔さんであると確信したファンの書き込みが続出中。サントリーは公式 X で1月29日に、お誕生日おめでとうございます、と投稿していて、この日は平野さんの誕生日だったこと。また、翠ジンソーダを並べた添付画像の隙間から、の、や、のようにも見える漢字が見えていたことでも、平野さんファンを沸かせていました。平野はかつて旧ジャニーズ事務所の KING&PRINCE のメンバーとして活躍していたが、昨年5月にグループを脱退し、事務所からも退所。恥ずかしくないの。昨年の旧ジャニーズといえば、創業者、ジャニー喜多川氏の性加害問題が取り沙汰され、出演 CM が消滅するなど、所属タレントの仕事にまで影響が出たことも話題に。なお、サントリーは当時、ジャニーズ事務所との新たな契約を結ばない、とし、オールフリーの広告に起用していたストーンズ、松村北斗との契約も期間満了をもって終了すると伝えられた。そんな経緯もある中、元ジャニーズの平野が、翠ジンソーダの広告に起用されているらしい、といった情報がネット上に寄せられると、サントリーは平野使って恥ずかしくないの。平野について何とも思わないけど、サントリーのやり方については考えるよな。ジャニ育ちの平野を清々しいとして起用するのは意味わからん。北斗くんのオールフリーの CM の件は今でも根に持ってる、など、一部の旧ジャニーズファンは反感を抱いている様子だ。最近、新しいイメージキャラクターとして、片目だけ見えている状態という特徴を持つ、新清々しい人というキャラクターが登場しました。この広告は東京や渋谷などでよく見かけられ、ネット上でも話題になっています。公式発表はまだですが、ネット上ではナンバーアイの平野翔さんだと確信しているファンの声が多く寄せられています。